幕長は、ベトナムの北部を支配した王朝である。ベトナムの歴史書である、大越式前書では、正当な王朝としては認められていない。16世紀の後霊長では指導力を欠いた皇帝が、続き、宮廷内は、権力争いで乱れていた。そうした中、1527年に、謙信の幕東洋は、強行幽兵全城を迫って、 定位を事実上散脱し、ここに前期霊長は滅亡しな朝が開かれることとなった。即位直後は、幕東洋は後、霊長の制度を踏襲して、民心の統一を図るとともに、名氏の検証など国内における全情の動揺を修練させる政策を実施した。一方、1528年には主観していた多政や平成を新たに制定し、 また、貨幣鋳造を行うなど、内政整備に、積極的な姿勢を見せた。1530年に、幕東洋から上位され即位した、幕登英は法令を整備し、租税不益を軽減したことで国力が充実し、幕長の最盛期を創出している。最盛期を迎えた幕長であるが、反対勢力が存在し後、霊長の三分の二を支配したに過ぎなかった。 あと、霊長復興を掲げる反対勢力となったのは、元赤を指導者とした後、霊長重心の帝氏と原子である。そう山形出身で、あと、霊長の急進であった元赤は、幕長が成立すると、ラオス方面に逃れ、その地の王であるながらとの援助のもとに、反幕運動を展開、はじむやすしを擁立しな、朝に対抗した。また玄赤は明栄使者を派遣し、 はじむやすしの正当性を確認するとともに、幕東洋を三奪者として、討伐軍出兵を依頼するなどの外交作戦を展開した。当時の名は、火星カドの知性であり、町儀の結果下白音を派遣し、幕長が降伏すれば、親族を認め、反抗すれば討伐するという和戦療養で交渉に臨むこととなった。この時期、幕登る A が死去し、その子である。 幕府会が即位していたが、幕長の実権を掌握していた、幕東洋により、反対勢力を抱える現状を考慮し明への、親族を決定、明も、幕東洋の降伏を認め幕東洋は、安南と東市に任命された。これにより、民との対立を回避した幕長であるが、国内の反対勢力はさらに増大し、事実上国内はな、朝と、 半爆調整力に2分される状況が発生した。半爆調整力を代表する原画は1543年に部下により毒殺され、その実験は定件に移された。その後が、朝では、幕復元、幕茂博氏が即位し後、霊長との交渉を続けた。そして1592年、ついにと東京が、 テ末マツに攻略され、幕茂博氏を殺害されここに、幕長は事実上滅亡した。1640年の勢力図。ピンクはナーサ、灰色は、帝氏黄色は、厳史。大々色は後霊長に反抗し六代にわたり、独立勢力を維持した、主。緑はチャンパしかし、幕氏の勢力はその後高平に逃れ。 民とそれに続く清の保護のもとに、司法政権として存続した。1677年に後、霊長の攻撃を受けて壊滅した後も1683年まで、続いた。大祖、幕東洋大層幕上る栄権幕副会、戦争幕復元、栄祖幕茂広氏慶州幕全民高志幕慶氏大層幕のリアス高祖、幕高志官明州、 幕吉高紀州、幕高四隅、特相幕高四公明徳、1527年から1529年、大正、1530年から1540年、広和、1541年から1546年、英帝、1547年経歴、1548年から1553年、光だから、1554年から1561年、 厚し福、1562年。1566年高安、1566年から1578年の別姓、1578年から1585年短、大、1586年の1587年、沖春、1588年から1590年、高安氏、1591年から1592年、竹安、 1592年、宝田,田氏。1592年から1593年。湖優。1593年。犬井光る。1593年から1625年。竜康氏。1618年から1625年。淳徳。1638年から1677年。栄章1677年から1681年。 ありがとうございます。